始まりました。ダンサートーク MC のさやかです。よろしくお願いします。2021年ディズニーダンサーオーディションとユニバーサルスタジオのエンターテイナー募集のオーディションを紹介していきたいと思います。このチャンネルではですね、毎月ゲストダンサーをお呼びしてインタビューを行っています。さらに最新のオーディション情報なんかもご紹介していきます。ダンスが好きな人、すでにダンサーの人、さらにもっともっと将来ダンスを続けていきたい人、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ディズニーの方からいきますね。まず締め切りからいこうか。エントリーシート提出期間は7月の5日から2021年7月の30日金曜日1時までとなっております。もうすぐやで、ごめんな、動画の出すの遅くてごめんな。もう始まってました、7月の頭から、すいません。エントリーシートだから、まあ書類審査みたいなことなのかな。一次審査の締め切りとなりますので、まだね、出してない方急いでくださいね。次にまあ気になるのがやっぱ募集要項見ていこうかな。で、これディズニーダンサーの募集のページがあるので、ここから皆さん詳細を見てくださいね。めっちゃリングライト映ってたわ。18歳以上だから高校卒業して来年の2022年から大学生の年になる子たちかなは18歳からでも働けるってことですね。こっからの規定はあるんですけど、こっから何歳までしか受けれませんっていう、そこの上の年齢制限がないというか、あとはもちろんダンス経験者であること、ジャズ、バレエ、ストリートダンスやタップダンス、さまざまなジャンルを経験されている方は歓迎ですって書いてますね。あ、もう給与形態も書いてるんですね。入社時の基本時給1300円なんやって。でもさ、アルバイトしながらオーディション生活みたいな子も多いじゃないですか。ダンスのアルバイトじゃない子からしたら、ディズニーでパフォーマンスして時給1300円って嬉しくない？これは人によるか、安って思う人もおるんかな。自分の好きなことできてお金もらえたらめっちゃ嬉しいですけどね。合格したら合否通知が2021年9月24日夜9時までにマイページなどでご連絡を差し上げますということで、これの審査結果が出るのが秋なんですね。それで私テーマパークのオーディション秋からやと思ってめっちゃのんびりしてたわ。二次審査だったんです。二次審査が秋からだ。そうだ、ごめんなさいね。来年からもうちょっと早く動画出します。秋にあります。二次審査は2021年10月6日から10月15日の間で予定しております。この日程とかもね、自分は受かるんだと思ってね、ちゃんと確保しといてください。二次審査受かりましたら12月上旬頃に合否に関わらずマイページなどでご連絡を差し上げます。いやー、だから年内には合否が来るってことですね。ねえ、あっという間やで、多分こんなオーディション受ける人な、今年すぎるの。合格しましたよってなったら2022年の4月頃からですね、稽古リハーサルが始まりますっていうことですね。でデビューに関しては7月、同じ年の7月にデビューができるということですね。お客様の、あ、お客様って言わんか、ディズニーはなんて言うんやっけ、ゲストって言うやな。ゲストの方々の前でパフォーマンスできる日が来るのはしっかりお稽古をして来年の7月ということですね。エントリーシート出してから1年かかんの？なかなか長丁場ですね、ディズニーのオーディションって。はい、じゃあ続きまして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエンターテイナーオーディション。トップページはね、なんかこんなページから始まりますけれども、ね、あら、マイカちゃんの写真があるわ。ダッシュボールのマイカちゃん、スーパーうまいダンサーの人もいるっていうね、大阪ならではじゃないですか、こういうストリート寄りのねダンサーの子が出てるっていうのは。ユニバーサルじゃないかなと思うんですけど、応募締め切りからいきます。ユニバーサルスタジオジャパン2022年デビューのエンターテイナー募集の締め切りですね、2021年8月の6日金曜日、消印有効です。ということは書類を出すのかな。これはね、だからサイトを見た方がいいと思うんですけど、履歴書、経歴書、当社ウェブサイトよりダウンロード印刷した応募用紙を使用してください。はい、パパママに印刷、お家に印刷機ある人は頼むか、コンビニで急いで印刷してください。写真2枚ね、2枚、全身とバストアップ写真、綺麗に撮ってよ。これ写真屋さんで綺麗に撮ってもらってよ。 PDF も貼ってくれてるわ、ほら、ここに全部 PDF あるわって。こっからダウンロードできます、書類はね。はい、応募資格はこちらもディズニーと一緒ですね。2022年の3月31日の時点で18歳以上の大阪で勤務が可能な男女、
懐かしいです。なんか私も初めてユニバのオーディションを受けた時19、20歳ぐらいだったかな。高校卒業して2年間専門学校に行って、その専門学生2年生中に受けて受かってユニバのパフォーマンスをしてたので、みんな受けてほしい。ユニバ楽しいですよ。ひきら多分分かると思うんですけど、私はすごいあのテーマパークダンサーが大好きな仕事でした。楽しかったです、すごく。で、次行きますけども、こちらもね、年齢だから上が25歳までとか書いてない。これ受けれるやん、33歳でも。え、東京じゃなくて地元大阪におったら受けてるかも、このオーディション。オーディション会場が変更されてます。例年だったら東京と福岡会場でもオーディションがあったんですけれども、今回は大阪会場のみの実施となっております、ということで注意書きが足されております。書類一次審査受かったら次二次審査は大阪会場に行かないといけないです。なのでこれが行ける日日程も載せておきますね。2021年の9月の末から10月の頭に大阪会場で、二次審査を行われますので、こちらに行ける方じゃないとちょっと厳しいのかなと思います。でも絶対受かりたい方はもう絶対予定あげて。調べてたらめっちゃ受けたなってきますね。私が受けたいよ、ほんまに。もう USJ めっちゃ魅力的じゃないですか。毎年毎年すごいこう挑戦するじゃないですか、ユニバって。あれが魅力的ですよね。じゃあこっちも頑張っていろいろ挑戦していかんと、みたいな。あの締め切りが近いオーディションのご紹介で、本当にね、もっと早く動画撮ればよかったんですけど、ちょっと遅くなってしまって申し訳ない。夏ね、オーディション多いわ。他にも紹介したいオーディションいっぱいある。いっぱいあるけど、編集する時間がね、あるかな。夏休みって平日朝から空いてるから、やっぱ学生さんとかチャンスなんでしょうね。うん、もうちょっとオーディション調べただけでめっちゃ出てくるよ。調べて、じゃあ自分で2021ダンサーオーディションとか調べて、めっちゃ出てくるから。去年とかは本当にね、オーディションとかそれどころじゃなかったと思いますけど、今年からね、ちょっともう勇気を出して、行動できる人はこういうものにどん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 チャレンジしていってみてもいいんじゃないかなと思います。チャンスがねたくさんある時に掴みに行ってください。このチャンネルで情報知って受かったとかあったらコメントくださいね。ほんまに教えて、それは嬉しいです。この動画見ていただいて、よっしゃオーディション頑張ろう、受けてみようかなって思った人はグッドボタン、高評価、チャンネル登録もお願いします。 Instagram、Twitter も SNS やっておりますので、ぜひそちらの方もフォローお願いします。ダンサートーク LINE の公式アカウントもございますので、ぜひそちらも登録しておいていただけると新着動画アップロードの通知が来ますので、ぜひご登録よろしくお願いします。それではオーディション頑張ってください。頑張れ。